個人でスマホゲームを開発して生活をしています。脱出ゲームを作ると大体2、3ヶ月で1本作れて10万ラウンドダウンロード。1ダウンロードあたり4円から6円ぐらいの広告収入になるので、最近はまあバックナンバーとかを含めて月収25万から30万程度を推移しています。もう個人でスマホゲームを作ってこれだったらいいよねと。3年前はまだ競争が緩かったので、自分の月収も100万に迫る勢いで、もう就職なんて馬鹿らしいと思ったのですが、 脱出ゲームは開発は儲かるという噂で開発者が怒涛のように押し寄せ、今では毎日のように脱出ゲームがリリースされる地獄絵図。うん <laughs> 地獄絵図っていうか、体言止めなのかなんか梶原一気みたいだよね。新しいジャンルを開拓しなければ未来はないと先月、先日デザイン翻訳も発注して渾身の思いで 3D アクションゲームを作ったんだけど、わずか500ダウンロードと。脱出ゲーム以外は作っても売れない。そもそも新ジャンルに挑戦すると生活のリスクがある。けどこのまま脱出ゲームを作り続けても自利品なのが目に見えている。こうい、で質問。こういった人気ジャンルの停滞期みたいな状況を打ち破るためには何が必要なのでしょうか またこういった状況でクリエイターはどのように立ち上がるべきなのでしょうかという質問でございます。ええー、ああの、まあ、これに関してはね、スマホゲーム開発で、あの、新規のものを、あの、やろうとするところに無理があるよね。あの、だってこの人ももともと、なんだろう、脱出ゲームを新しくジャンルとして作ってやってるんじゃなくて、脱出ゲームが流行って手軽に作れるから作ってたわけだよね。 で、そこで、だん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 、いわゆるレッドオーシャン状態になってきたから、サンディアクションを作ってっていうのは、なんか前に成功したことをやってない。自分の頭の中で考えてった、なんだ、正しい回答っぽく見えるんだけども、実は自分の成功例っていうのを踏襲してないんで、この人はあくまで今流行ってるものを低コストでっていうところに成功のポイントがある。個人でやってんだから。なので、あのー、やることは2つ。まず今作ってる、 え、2、3ヶ月に1本作ってる。相変わらず脱出ゲーム作ってる。もうそれでいいと思うんだよ。もうこれまでと同じように脱出ゲームで、ほんのちょっと小手先変えるか、小手先を全く変えなくてもいい。だって、昔のゲームのことを、 知らない世代の人とか知らない人がどん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 参入してるんだからさ、もう本当にタイトルだけ変えてるようなやつを、どん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 数をリリースするようにして、蘇生乱造に走ると。この蘇生乱造でもう十分儲かるはずだから、まずここで生活の基盤を維持してで、次に脱出ゲームの次かその次、2位か3位ぐらいに流行ってるゲームの中で、一番簡単にできそうなものを、やっぱり蘇生乱造すると。<laughs> で、 蘇生乱造っていうのを大手のメーカーがやると、なんだろう、大人数のチームでやるからさ、なかなか悲劇なんだけども、たった一人でやってるんだったらね、蘇生乱造の方がいいよ。で、蘇生乱造して、経験値を貯めていったら、そのゲームの組み合わせでなんか、新しいことが思いつくかもしれないじゃん。なので、まだあなたは今のところ、いわゆる、なんだろうな、小説家とか漫画とかで言うと、パロディ漫画がすごくうまい状態だと思うの、ね、失礼なんだけど、 だから、そこでオリジナルの長編を書き下ろししようっていうのが、アクションゲームを丸々作っちゃうみたいなもんだよ。そうじゃないと。もう、読者もそんなのを望んでないから、とりあえずこっから先は、なんだろう、流行ってる漫画を次々とパロディーにしてコミケで次々と出すのが、壁サークルになる近道みたいなもんだから、<laughs> 同じように、もうあなたは、あの、スマホゲーム界の壁サークルを目指すような感じで考えた方がいいんじゃないかなと思います。 まあ、あの、今やってる脱出ゲームのコストを下げてみてください。